皆様こんばんは。ありがとうございます。ギャラリーの方が嬉しいお声をいただきました。さあ今日は猫の日2月2日火曜日、時刻は19時30分を待っています。ここからは集英部千住でクロスエンタメライブのお時間です。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はギャラリーも豊富で、 MC は私ボンバーさやかと、こんばんは、千住でクロスエンタメライブ、今回初めてMC やることとなりました。フロム電話から堀川直樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。かわいいね、かわいいね。堀川くん。はい。ハーフみたいだね、ちょっと。よく言われますね。ねえ。はい。成長するごとに言われるようになって。うん。この色の白さとサングラスかけてても白いと思うもんだって。はい、あら。ねえ。足立区在住、出身、どっち、はい出身です。あららららららら、ら、ら、じゃあ持ってこいじゃないですか、シーウェーブには。足立区というより本当に北千住なんで、うん、あら千住クロス、これはもう、そして純日本人。はい、へえ、そうなんですよ。お母さんちょっと嘘ついてるかもしれないよね。嘘です、嘘です。自身もバンドやってらっしゃるんですよね。はい。どんなバンドですか？ギターポップで歌物で、うん、メロデが歌メロがこうドンとしてるバンドですね。はい、いいじゃないですか。なんかこの番組の前の番組の名前なんですけれども、はい、エンタメライブの前の時にゲストに来ていただいたということで。はい、そうです、そうです。どうでした今回こう MC とゲストの違いって何かあります？全然違いますね、うん、なんかこう違った緊張感があるというか。ある。あらららら。ゲストの時どうでした？楽しかったですか？楽しかったですね。あ、いいですね。でもやっぱ普段こうライブやってるもんで、うん、あんまりゲストで来るとあんまり変わんないんですよ。ただ MC ってなると、うん、歌いに来てるわけじゃないじゃないですか。そうだね、喋ってるからね。はい、わ、俺喋ってますもんね。どうですか、なんか目標とかありますか？今年の目標とか、この番組を通してこうなりたいなみたいなのとかありますか？いや、今年はですね、うん、こう大きいこと言っちゃいますよ。自分の番組を持ちたいんですよ。おー、はい、自分たちの番組をね、こうバンドの、もしかしたら狙うはエンタメライブかもしれないですね、せいじさんね。はい、というわけでこのお二人がですねやらせていただきます。はい、第一週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてこの番組は毎回メディアで活動しているアーティストを呼び、30分のライブとそしてトークをしていただく1時間の番組です。さて今宵のゲスト堀川くん、はい、ご紹介をお願いいたします。はい、今夜の、ゲストは世界を旅するアーティスト、としきダブルバリーさんです。ようこそ、よろしくお願いします。マイク入ってる？マイク入ってる？入ってない？オッケー、入ってる。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単にですねプロフィールご紹介しますね。山口県出身で、20歳の時に役者としてスカウトされて上京されました。あらゆる人生経験を経て、現在は世界中を旅しながら自身で作詞作曲を手掛け、国内国外問わず毎月ライブ公演を行っていて、はい、メディアにも多数出演されているということで、はい、さらにですね、ちょろちょろですね。あ、ちょろちょろと、はい、いやいやいや、そして、はい、なんと WBC 世界タイトルマッチの選手入場曲にも起用されていらっしゃいますが、はい、ご自身もなんと国歌斉唱をね、はい、されたという、ね、ラッパっぽいのに依頼されたことになって。いやいや、今日はどんな歌声が聞けるのかすごい楽しみです。はい、はい、自分の歌を、はい、この間アルバムを発売したんですけど、はい、14曲入りの、はい、ワンマンライブですね。あそこにあるんです、あそこに。そうです、そうです、そうです、これですね。完璧。はい、こちらです。はい、完璧です。はい、これを記念にちょっといろいろライブをさせていただいてもらってますけれども、はい、はい、この中から5、6曲今日歌おうかなと思ってますんで、はい、楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では MC 陣はちょっと引っ込みますね。はい、ちょっと私のビールもちょっと持っていきます。すいません、よろしくお願いします。ね、今日ノリノリな感じでいきましょうか。はい、よろしくお願いします。じゃあそうですね、世界を旅するアーティストっていう、名前覚えやすいんでね、まあ、そんな感じでやってるんですけども、冬寒いんで、沖縄とかバリとか、セブ島とかそんなところでふと浮かんだ歌を、歌いたいと思います。1曲目、準備はいいでしょうか？イエイ。じゃあ聞いてください、カラーズ。Let's go on. If you can't wait, if you can't do it.
狙われ中高校のまま夢の続きへ If you can't wait, you can't do it Beautiful, please 今宵波を通う Where you go 砂浜今日も心地よくて波の奏でる音色にとろけた日が落ちてゆく水平線焼けた体ホテル冷めやらぬまま少しずつ集まる仲間いつものように Very wonderful time 風に吹かれ揺られ流れてくるメロディー Let's get low これが噂の最高のフローはフリースタイルで空間をジャック日が落ちたならバンピアップ甘いジャム全てを忘れさせてよ舞い上がるファイヤー Everybody dance ビートに乗っかって Yo 日が昇るバレバース中盛り上がってこう Let's get on If you can't wait You can't do it Never let you go このまま夢の続きへ If you can't wait You can't do itBeautiful, please 今宵波を遠い my heart 幸せが何だろうなんてぬくもりが何なのかって考えすぎそうにつきづき胸の痛みも淡い思い出 Nobody's perfect yo 完璧な人なんていないから優しさあふれるまで日々笑顔で彩ってこうよ If you can't wait, you can do it Never let you go このまま夢の続きへ If you can't wait, you can do itBeautiful, please 今宵波を遠い my heart 一人一人のプライベートジェット一度きりどんなフライトにしようはクリップ次第やがて視線の先広がっていくよセブからソーリー反省しなく続く青さに It's that then Fall for your own heart Hold on baby 誰の胸にも流れるメロディー It's that then So it's all my soulWest Hello, oh baby 僕らを誘ってゆくいつでもボートな流れに乗っかってザコレクトウェイ迷いながらもきっとたどり着けるはずさ Best on center Beautiful rainbow Over there 無駄なんてないさ一つも過言なくさあ飛び出してそう羽ばたこうよいつまでもこの胸に眠るメロディーあの日僕を救ってくれたメロディーありがとうございます。ありがとうございます。一発目ね、ウォーミングアップは皆さん南国にいる気分になれましたか？そんな歌作るのが目標です、僕の。はい、ということで皆さん笑っていただいて本当にありがとうございます。お笑い芸人じゃありませんよ、はい。ね、結構沖縄で僕真面目にライブやってたらもう一個なんか欲しいんだよねって言われて、面白さって言われたんでそっから急にね笑いを意識するようになったんですけど、東京でそれやりすぎるとね、関西の人ですかみたいになっちゃうんで、ほどほどにねやりながら、今日は真面目にちゃんと歌っていこうと思ってます。はい、では次の歌はですね、ブレイクアウトっていうね、誰もが自由に、僕はね自由になりたいんで、自由になろうよみたいな、今のこの現実をもし嫌なね状態だったら今を変えようっていう、そんな気持ちを込めて作った歌になります。じゃあいつものね、サングラスをここからはめていきたいと思いますんで、じゃあ皆さん乗っていきましょう。聞いてください、ブレイクアウト。Yo. Yo. その前に Let's show デカトゥンがデイファイター
How 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 Show Let's show その前に Break down The cartoon だけ Fight down How How Show 自由さに羽ばたくのも光る未来を掴むぞモード自由自在な表現者世界中にジャッカボー Yeah Yo アートしていくエブリデーまずはスキル磨いてチェックしろ脱ぎ出そうからクッキングロックリズムに乗ってキラバーのペンカッコつけてるダサい自分グバーコアのファックケンチラスレーションタクのメンタル装備当たり前フェイカーデッカーソングブレイカー反響で込めリフレクション全てを巻き込むマシンガン心にバイブスハッファンフレイバーマキシュラー Yo Yo ハッチャー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 ジートワーチャ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 ージートワー What you wanna do not a break show Has my call make it break down Yo Down 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 to the out Down 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 to the out 目覚めと同時にブレイクショーガンガンターボでブレイクダウンショーチャ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 ージートワーチャ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 ージートワー What you wanna do not a break show Has my call make it break down Yo Down down downTown town to the out Town 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 to the out 目覚めと同時にブレイクショーガンガンターボでブレイクダウンヒョウ Yeah 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 盛り上がってますかその前にブレイクショーでキャットインダーでインパクトダウンHow, how, how, how マークが降りてた下積む時代よそれがなければ今はね単にディスってる暇なんてね誰の指図も鼻から受けて後悔するのがいつものオチなら常にまあ向け My way カバスでフリーサー資格なく想像力一点突破ブレずに直進厳しい試練も吐かない Dream 不要なものから自然に消えてく前かし声しで次こそ成長見えない世界は心で感じろ蜃気楼摩天楼高くそびえた盛る未来いや行こうぜ今すぐノーテクノーヒョ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 ーハッチャ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 ジートワーチャ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 ジートワー What you wanna do in a bad show Has my call like a bad down ヒョータン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 とダウンタ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 ンとダウン目覚めと同時にブレイクショーガンガンターボのブレイクダウンヒョーチャ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 ジートワーチャ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 ジートワー What you wanna do in a bad show Has my call like a bad down ヒョーTown town 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 to the out Town 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 to the out 目覚めと同時にブレイクショーガンガンターボでブレイクダウンヒョいいですねワクラアムシンサウトゥーフレ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 ドクラアムシンサウトゥーフレイバー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 チャ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 ジートワーチャ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 ジートワー What you wanna do now?A black show Has my cold nigga back down Yo Town 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 to the out Town 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 to the out 目覚めと同時にブレイクショーガンガンターボでブレイクダウンヨチャン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 チートワーチャン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 チートワー What you wanna do not a black show Has my cold nigga back down Yo Town 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 to the out Town 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 to the out 目覚めと同時にブレイクショーガンガンターボでブレイクダウンヨBreak down その前に Break show The cartoon that they can cry down How, 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 show Break down その前にBreak show The cartoon that they can cry down How, 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 showBreakdown. Thank you. ありがとうございます。途中から急に音でかくなりましたね。いい感じです。いい感じです。ヒートアップしてきた感じがいい感じですね。もうね、結構激しい歌を立て続けに歌おうって感じなんで、ちょっと休憩させて。次あの WBC のボクシングのですね、選手の、入場曲。
作ってくださいみたいな依頼があったんで、どうやったら闘志が燃える歌が作れるかなみたいな感じでですね、意外とシンプルにササーンってできたんですけど、そんな歌をね、歌いたいと思うんですけど、なんか今激しすぎて落ちましたよねライブ中にガサーンとか音が鳴ってこういうアクシデントもね、生放送ならではだと思いますけど、はい、ちょっと息切れがね、年なんで、はい、じゃあ行きますよじゃあ今からさらに乗っていきます。僕の作る歌っていうのは結構海外とかね行ってもライブやってるんですけど、結構なんかね言われて嬉しかったのが、日本人が作る歌じゃないよねみたいな言われたんですけど、僕の頭の中に音楽学校とかねもちろん行ってないんで、そういう発想はありません。基本っていうのはないです。僕が聞きたい歌とか乗れる歌とかそういうのを自由に今作ってるんですけど、まだ本当に3年半ぐらいですかね作り始めて、そんな僕が、8曲目ぐらいに作った歌が次のグロリアスっていうね、ボクシングの選手入場曲でも使われてます。弁護士ボクさんとかね、坂本さんとかで使ってもらってますけど、聞いてください、グロリアス。ファッションハッ日々この修行 Keep on fighting 日々この修行 Keep on fighting 一点突破で触れずに進む描いた未来の先の夢、不要なものから削ぎ落とせ、ヒートアップした闘志は消せない、常に見極め一瞬で繊細強さも兼ね備え、何が起こるか闘志の心、マインドセットから始めの一歩、Keep on fighting 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 Yo West Park Cacao How Let's go 自分磨いて手に入れたダイヤの輝き、努力の日々、逆境乗り越え打ち勝てば勝利の女神は Endless Let's go日々これ修行 Keep on fighting 日々これ修行 Keep on fighting 勝利の映像鮮明に常に先々を見通し、でも予測もできない展開や、どこを開いて瞬時に肌を瞬きする間に追い越せば、気がつけ誰も届かない距離、無双の剛腕解き放て、ここぞとばかりに打ち上げなくよ、Keep on fighting Keep 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 on fighting Fighting, fighting, fighting 決戦の火蓋 Fighting, fighting, fighting 覚悟を決めたら Fighting, fighting, fighting 前は進め Fighting, fighting, fighting掴み取れ行こう Go 座頭は通ぜ Glowny 座頭は通ぜ Glowny Thank you、 ありがとうございます。いやもうね、消費カロリー300、いや汗がね出てきましたけど、あやばいやばい、ちょっとね、次の歌はクロスオーバーっていう歌なんですけれども、めっちゃノリノリになってくれてありがとうございます。真ん中 の左奥の方めっちゃこんなになってくれてるから、こっちが、あ本当ですか、こっちまでテンション上がってきてますけど、はい、いつもね僕ライブやってる時もね、お酒を軽くたしなみながらね楽しんでやってるんですけれども、そうですね、ここ北千住から世界に発信するということで、11月もね、セブ島行ってね、ラジオ局の人に呼ばれてねちょっと行ったんですけども、まあ聞いてくれてるとねいいかなと、僕あんまり宣伝しないんで Facebook ぐらいしか、世界に向けてね、次のクロスオーバーっていう歌、これはちょっと僕の中では珍しく恋愛のことをね、ちょっとね言葉をね
入れたっていうね、ちょっと怪しいって言うと変だけど、セクシーなね、セクシーな歌作りました。聴いてくださいね、クロスオーバー。Let's go, Let's go, Let's go, go. 昨日まで締めていた心の手綱緩めて、今宵は我を忘れて、特別な夜でも消えない、君を愛した記憶を、oh, Let's go, go. 寂しさ埋めるためだけに誘ったわけじゃない、始まりはそう微かな知らせで我が家に探り合ったロマンストーリー、後に引けない二人、oh,Let's go, go. You are the trigger, clean your soul, yo. You are the trigger, clean your soul, yo. たとえお前に逆らっても止められない、抑えきれない熱い情熱と交錯していくエモーション、過去を決めろ、そうから全てがクロスオーバーさ。今日は昨日のようにはいかない、ただのいい人では終われない、身を焦がしていく思い、まずは Do it Transform、 月明かり照らす君はまるで夢の中で見た One Cell Hill、 冷たくて綺麗なこの街で見かける天使は、使い古しの愛の言葉では振り返りはしない、 It was only 取り戻したい Feel that song、oh,Let's go, go. You are the trigger, clean yourself, yo. You are the trigger, clean yourself, yo. たとえ運命に逆らっても止められない、加速していく熱い情熱と交錯していくエモーション、過去を決めろ、そうか全てがクロスオーバーさ。まるで夜空に溶けるよ、だから夢から覚めないように手を引いた、疑心暗鬼な君の唇、全て受け止め溶かせならば、ずっと二人を笑い合えたの、まぶたを閉じるときらめく流星、馬に背いて生まれてく罪の衝動を、抑えきれない傷を癒して互いに惹かれ合ったラブソーリー、永遠に眠れぬ瞳、 oh, Let's go, go. You are the trigger, clean your soul, yo. You are the trigger, clean your soul, yo. たとえ運命に逆らっても止められない、抑えきれない熱い情熱と交錯していくエモーション、過去を決めろ、待ってるだけじゃ何も変わらない、 You are the trigger, clean your soul, yo. You are the trigger, clean your soul, yo. たとえ運命に逆らっても止められない、抑えきれない熱い情熱と交錯していくエモーション、過去を決めろ、そうか全てがクロスオーバーさ。Thank you. ありがとうございます、ありがとうございます、イエイね、もうめっちゃムービー撮ってるけどね、なんか YouTube でも後で放ね、これ再放送されるらしいんでね、見逃した方もぜひ見れるということなんで、ちょっといつも以上にね気合い入れて歌っていきたいと思ってますけど、次はちょっとねしっとりした歌、そうですね、まあ、Believe っていう歌なんですけれども、まあ、裏切られるよりも、裏切るよりも裏切られた方がいいみたいなね、信じる真実、まあ、結構ね、いろんな意味を込めて作った歌なんですけど、まあ、亡くなったね、僕の弟ちょっとね3年半前に亡くなったんですけども、そんな弟にも向けて作った歌でもあるんですけども、弟ねミュージシャンだったんですけど、その、弟が亡くなった1ヶ月後から僕歌ってますステージの上で、最初はライブが嫌いで嫌いでしょうがなかったんですけれども、はい、最近ね楽しくなってきました、皆さんがね笑ってくれるから、こういう対話があるからやっていけるということで聞いてください、 Believe。
時たびたび母親が座に乗って記憶へ走馬灯のように走り抜けてく午後かすかな希望だけポケットに詰めて時空の砂漠をさまようだ Jesus Christ, Jesus Christ あなたはいつまで Jesus Christ, Jesus Christ 真実を探すの Jesus Christ, Jesus Christ 過去を流し My way is the only way そうか全て始まっていく I believe 悩めるよりも永遠には続かないからI believe たとえ信じていたものすらとしても Bear myself 夢の中で生きると誓ったあの日 Bear myself ありのままの姿受け入れられるよ時に隣の芝生に嫉妬胸に住み着くエゴなど嫉妬夢中の中でがむしゃらに描いた最初はただのまっさらなキャンパスやがて加わるワンカラー過去の落書きさえも塗り替えるこのままどうなってくなんて自分の胸に来てみない自分が自分であり続けるのに人と比べるなんて No meaning 転んだって前には進めるから My way's the only way 過去 My way's the only way 流し My way's the only way そうか全てが始まっていこう I believe 悩めるよりも終わりは続かないから I believeたとえ信じていたものうすらとしても Bear myself 夢の中で生きると誓ったあの日 Bear myself ありのままの姿を受け入れられるよ ずっと二人でいれたならなんて季節と共に変わる街の表情を眺めてつぶやく叶わない夢だったとしても描き続けることにこそきっと意味があるから I believe 悩めるよりも永遠には続かないから I believe たとえ信じていたもの嘘だとしても Bear myself 夢の中で生きると誓ったあの日 Bear myself ありのままの姿を受け入れられるよ不意に形を変えて姿を現す現実戦って傷ついて時にはみ出したって So! 溢れ出してる感情で未来を笑顔に変えてみよう加速していくスピードに乗っかって想像すら超えていこう見るも鮮やかな世界の果てでこれから何を信じて君は何を選ぶ Wow, wow. My way's the only way 過去 My way's the only way 流し My way's the only way そこから全てが始まってゆく Don't keep up your twin heart away Don't keep up your dream ありがとうございます。Thank you. Thank you. いやーね、結構激しいのから、まあのアルバムをね、この間発売したんですけれども、アルバムのタイトルは The Borderless って言って、もういろんなジャンルをね詰め込みました。ジャンル大体ねロックだったらロックとか、ね、バラードだったらバラードとかね入ってるんですけど、もう僕の好きなアーティストってもう全結構いろいろジャンルバラバラなんで。こういうのがあったらいいなっていう曲を実は作ってて作るタイミングが一番面白いんですけどね作ってる時が一番面白いんですけど、まあ、今も新曲ね制作中なんですけれども半年ぐらいかけて曲をバラしたり作ったり歌詞書いたりしながらやってる時が一番ね楽しいかなゲームやる感覚と一緒ですね小学校の頃に、はい、ドラクエやるみたいなね、うんうん、レベル上げ違うかちょっと違うかうん、そのぐらいハマっちゃいます。もうやりだしたらね、夜の12時からね、やっちゃったらもう朝の12時とか昼の12時とかね、
朝8時とかなっちゃう時もあるんで、最近ちょっとセーブしながらね、ちょくちょくやってます、1時間ごとね。はい、ということで、こんな感じでね、僕がここに立ってるのもね、やっぱり僕の周りにいる人、僕フリーで、まあ、やって、自分でねレーベル、ユニバースレーベルっていうのを作ってやってるんですけれども、本当に知り合いとかね、仲間とか応援してくれる人のおかげで僕今ここに立ててます。そんなね思いを込めて作った歌が、次のね歌、絆っていうね歌になるんですけど、ちょっとその前に一口いいですか。水買っときゃよかったですね。時間が経つごとにあいつだんだん顔赤くなっていくんじゃないかっていう。もうね飲んでいいよって言われた瞬間堂々と飲み出したっていうね。それまで水飲もうと思ってたんだけど、飲んでいいよって言われたらね、お酒大好きなんですよね、毎日飲んでて。大丈夫かって言われるんですけど、お酒本当に好きな人は逆に一日休んじゃうとね具合悪くなっちゃってね、風邪ひいちゃったんで、それ以来ちょっと一杯ずつぐらい飲もうと思って。自分のおじいちゃんもね、もう亡くなっちゃったんですけど、生きてる頃はね、80になっても90になっても一杯の缶ビールは必ず晩ご飯で食べてるんで、飲んでるんですけどね、手震えながらこうやってこれ飲まない、これがいいんだよ体にみたいな、そういう家庭で育ってきましたんで、こんな感じになっちゃったんですけれども、最後の歌しっとりと、皆さん心の中に泣きながら聴いてください。絆お願いします。We can't without sorry alone. We can't without sorry alone. We can't without sorry alone. To rest I, to rest I am. We can't without sorry alone. We can't without sorry alone. We can't without sorry alone. To rest I.壁に描かれた落書き、今じゃ使い捨てた夢のよう、人と人はなぜ争うのか、そこに歴史は何を学ぶの、不安だけを未来に追い当たって、理想論だけじゃどの道 Do not cross、 この胸の未来図はいつだって Love and peace I hope yeah yeah、 昨日までの旅路はまた一つ新しい世界を教えてくれ、行き場のない孤独も時には優しさを教えてくれたね、ずっと一人で生きてきたって勘違い、忘れてた熱い思い、今この胸光輝き未来を照らすから、君や仲間と出会って Grow to out、 その優しさ絆を胸に、昨日までの過ちも許そう、ありったけの大きな愛で、たとえどんな困難が来たってきっと笑える明日は来るはず、生まれ変わっても必ず君に会えるから、今幕開けた壮大な storyline。 We can't without sorry long. We can't without sorry long. To rest I, to rest I am. We can't without sorry long. We can't without sorry long.We can't without sorry long. To rest I, to rest I, yeah. 仲間たちと共に見たことない景色を今すぐに見に行こう、荷物なんかは手ぶらでいいから、青い空と笑顔だけあればいい、ずっとそばに見てくれたんだ、近すぎて見えない大事なもの、今この胸光輝き未来を照らす Let's go! 君や仲間と出会って Grow to out、 その優しさ絆を胸に、昨日までの過ちも許そう、ありったけの大きな愛で、たとえどんな困難が来たってきっと笑える明日は来るはず、生まれ変わっても必ず君に会えるから、今幕開けた壮大な storyline。We can't without sorry long. We can't without sorry long. To rest I, to rest I am. We can't without sorry long. We can't without sorry long. We can't without sorry long. To rest I, to rest I am. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで MC陣の方、
ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、かっこよかったですね。ありがとうございます、はい、改めまして、今日のゲストは世界を旅するアーティストのトシキュー W バリエさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあこの後はトークをしていきまして、その前にノアのプロモーションビデオをご覧ください。どうぞ。何も変わらない、変わり映えのない空では雲が泳いでる。どれくらいの時歌い続けて、指にはタコが膨らんで、いつかと願いかけてまた飽きた、かき鳴らして、明日は明日の揺らり揺られ風が吹く、とつとともに流れる景色を眺めてゆこう。まだ道は影の至りで点滅信号機をひたすら走って渡った。約束されない日々を選んで、それでも僕らよかった。きっときっとって思い込めて、また音を紡ぎ出して、ゆっくりゆっくり歩いてあの山を越えて、足を滑らせないように手を取って、まだ折り返してもないさ、ああ例えば君が何かにつまずきそうになったら、空を伝って高らかに歌を届けるよ。まだいけるいけるさ、静岡県の伊東市、勤務職を7年ですね、田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前はマイタジュンと申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕は鈴木3年生でっていう感じ
他の会社と違ったところが開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。そしてこちらですね、今日からメールアドレスが変わったらしいです。はい、senju@cwave.jp 千住 @cwave.jp までメールをお待ちしております。ちょっとドット抜けたかな、ちょっとね、ちょっとだけ抜けたかな、ね、まあいい感じでね、緊張しちゃった ね。これね今日からね変わってね、かなり千住と C ウェーブとしかの入らないっていうアドレスになってね、分かりやすくなりましたので、皆様からのメッセージお待ちしております。お待ちしております。さて今日のゲストは改めてご紹介をさせていただきますね。はい、世界を旅するアーティストのとしきダブルバリーさんです。引き続きよろしくお願いいたします。としきさん、はい、何人ですか？クロアチア。クロアチア。だってミドルネーム W ですもんね。ね、まあ、広谷っていうんで、はい、まんまなんですけどね、広がワイドで、はい、谷がバリー、はい、フルネームです、なるほど、すいません読みづらくて。とんでもないです。私実は、ボンバーさやかはですね、名字が塩谷っていうんですよ。だからソルトバリューでちょっと通ずる部分があるっていう。ほうほう、だから改名、ソルトバリュー、はい、改名しようかな、ちょっと真似して W つけてもらって、Yes, バリーで、バリーで、呼びづらい。やめた方がいいかもしれない。そうですね、ちょっと改めてプロフィールご紹介させていただくんですが、すごいですね。なんと配信サイト Amazon MP3 でヒップホップ、R&B、レゲエの3つのジャンルで全世界1200万曲中の1位になった記録を持つって。3週間だけですからね、全然そんなさりげなくすごいこと言いますよ。3週間だけ。1週間とか1日とかじゃないっていうところがね。だって全世界で1200万曲って想像つかないですよね。寒くなった時期にちょいちょい海外行って飛び込みライブやってきたんで、その甲斐がね、なるほど、実ったっていう。そうそう、それぞれのみんなね、コミュニティが買ってくれたりとか、アマゾンとかって世界中で買えるじゃないですか。そうそう、でダウンロードしてくれて。へえ、そのね、名前キャッチコピーといいますか、世界を旅するって、実際にどれぐらい世界を旅していらっしゃるんですか？もう実際毎月寒くなったらね、行ってますから。もはや冬はじゃあ日本にいない感じですかね。冬はいや、いますけど、はい、10日間行ってまた帰ってきたりとか、あ、そんな感じなんですよね。いいな。今年からはどうなるか分かんないですね。ずっといるかもしれないですよ。永住みたいな感じで。永住というか、まあ、寒い時期がね、寒いのがダメって自分に洗脳しちゃってるんで、うん、それでもう行くようになっちゃったのかなっていう。でも出身は山口県なので、はい、出身山口県ですね。まあ、暖かい地域といえば確かに東京よりは暖かいかなっていう感じですけど、いや僕のね生まれ故郷は、うん、トンネルを抜けると急に雪が積もってるような、はい、海と山があるんですね、山口県って、はい、その中で山の方部類なんで、ね、はいはい、寒い方ですね。あ、そうなんですね。雪がだから20センチぐらい積もる時、意外、そういう場所なんですよ。へー、じゃあもうだからその反動で暖かいところが好きなんですか？うん、でね、こっちに来てもう、ま、8年前ぐらいからですかね、うん、毎日スパにサウナとか温泉に入り出したんで、ね、はい、お酒飲みなんで、はい、でそこからいいですね、寒いのダメだなっていうのが余計ね、はい、今もジムね通って、もついにね、はい、ジムの目の前に、ね、住んでます、ね、好きが高じても2ヶ月前からジムの目の前に引っ越して、もう玄関開けたりジムみたいなね。そうなんですか。そんな生活を今。いやいや、ちょっと忘れてました。お疲れ様です。乾杯。乾杯。乾杯。今日の初めましてに。お疲れ様です。お疲れ様です。旧正月な感じですからね。はい。乾杯。すみません、お客様も皆さん、乾杯。今日だけです。ゲスト僕なんで、お酒で乾杯ということになりました。皆さん乾杯。いいでしょう。いいでしょう。Cウェーブ最高。
ね、なるほどね、一つ提案があってよかったですね。本当ですね。お酒いいんですかっていう僕の一言がね、こういうね、よくぞ聞いていただきましたっていうね、うん、カオスなね。本当です。堀川くんはどう、お酒好き？お酒大好きですね。なんかでも飲んだら赤くなりそうだね、なんかねって思うじゃないですか、はい、僕全然変わんないんですよ。いや真っ白。そうなんですよ。どう見ても真っ白。一番白い。真っ白。むしろ俺の方が赤くなりやすい。このサングラスがだいぶ、うん、あの、あ、この白いね。だんだん年来たら赤くなってきましたよね。これね、気のせい。ライブでちょっとね、熱い思いがね、こてって感じしちゃった。興奮がまだ冷めやらぬまま。はい、そしてですね、あの他にもご紹介したいんですが、先ほどオープニングでもちょっとご紹介しました、はい、WBC 世界タイトルマッチ の、はい、あの披露していただいた曲ももちろんですが、はい、その国歌斉唱、あのリンゴの上でやったってそ う、ね、そうそうたるアーティストの方たちがやっているっていう、はい、あのリングの上でどうでした？まあ、レフェリーの方がすごい優しい方で、うん、ちょっと僕が緊張している様子を、はい、あの察知したんでしょうね、はい、和田貴子さんもめっちゃガクガク震えて、うん、この舞台が一番緊張してたから、うん、もう楽しんできなってレフェリーの人に言われたんですよ。あー素晴らしい。だって普通のライブと違って180度じゃないよ、360度、うん、全部見られてるわけですから。でもその楽しんでっていう一言がちょっと僕の中で、うん、あやろうっていうね、あの楽しもうっていう感じになったんで、まあ、実はその日カキでね当たっちゃってってノロウイルスでね真っただ中だったんですけど、まさかのそんなことが。そんなことも忘れさせるぐらいのね、はい、一言によってね、あの気持ちよく歌わさせていただきましたね。またあの国歌斉唱って、うん、こう何もなしのアカペラじゃないですか。だからちょっとでも音程狂えばすぐバレるし、はいはい、うん、しかも自分の入るタイミングとかアレンジとかも全部自分自身だから、まあそうですね、あの、ノリですよね。なかなか、だからそんな感じなんですか。意味がもう大体ノリでもうね、はい、くぐり抜けますよ。そんな歌だったんだみたいな。国歌斉唱こういう歌だったんだっていう作り直し、まあ、YouTube に載っけちゃってるんで。なるほど。YouTube に上がってる。上がってます、上がってます。2回歌ったんですけど、はい、で僕歌った後に、はい、小関桃選手、女子の世界1位の選手が16回目か15回目かな、はい、あの防衛記録を作って、はい、具志堅用高さんの記録を超えたんですよ、はい、その国歌斉唱の後に。めっちゃ嬉しくないですか、ね、いいですね、その時だけは本当に言い方がありましたよ ね、あの先ほどあのライブの中でも少しお話があったんですが、その弟さんが亡くなったことによって3年半前に音楽を始めるということだったんですが、めちゃくちゃ不思議なんですけれども、うん、まあ、弟がちょっと事故でね、うん、とある事故で亡くなってしまって、本当に弟はミュージシャン、うん、もう高校の頃からピアノもやってたり楽器、もう高校時代から曲も作って、うん、兄貴聴いてくれよこの曲とか言って、うん、なんかこうラルク系の、ね、曲を作って、うん、なんですけど、まあ、僕自身はね本当にちっちゃい頃って書道とかソロ版とかね、あの勉強系を習い事ばかりさせられてて、まあ、カラオケとかね歌うことは好きだったんですけど本格的にやったことはなかったんですね。ただ歌詞だけはひたすら書き続けてて、まあ、一応本もちょっと出してるんですけども、旅行くたんびにこう海とかでぼーっとする間にこう書き留めてた歌詞を、はい、まあ、あるアーティストに見てもらって、はい、あのそこでちょっと一緒にやろうよっていうことになって、はい、まあ、やることになったんですね。はい、そんなくだりがあったんですけれども、うん、その半年後から僕やっぱり自由が好きなんで、一人でやりたいっていうことで、曲も作るっつって、うん、機材をね用意して今自宅で作ってるんですけどね、うん、はい、すごいですよね、はい、なんかキャリア的に20年ぐらいやってらっしゃるような貫禄があると言いますか、その曲もそうですけど、まあ、20歳の時に一瞬だけコピーバンド、1年間だけちょっとやってはいましたけど、それのみですか、はいはい、闇歴史です、それは。誰も知らないかもしれない。多分でもなんか世界回ってるってことで、うん、結構人より経験が多いような気がするよ。感覚はもう日本人離れしてるってよくね言われる時があります。なるべくやっぱり調和をね大事にする日本、ここは日本なんでね、僕は調和を大事にしたいですけれども、うん、たまにやっぱり出ちゃいます、巣がね。ポロッとね、ポロッと出ちゃいます。はいみたいな、少し何やってんですかみたいな。いやこれが僕なんですみたいな。今まで旅した中で大好きな場所とか、はい、おすすめの場所いっぱいあると思うんですけど、もうバリがやっぱり一番僕は好きなんですけれども、やっぱりあそこって宗教もねちょっと神々の国って言われるぐらい、まあ、ヒンドゥー教なんですけど、なんていうんですか、行った時の雰囲気がやっぱりちょっと赤いが来たって感じ、おとよくねハワイ派とバリ派って分かれるんですけれど、僕は今のところまでバリ派ですね。へー、うん、ハワイってちょっと日本人も多いし、
まあいいんですけどね、うん、大好きなんですけれどもやっぱりバリ住むなら今バリかなって、うん、思いますけどね。あの、うん、私も結構海外の友人が多いんですけども、うん、やっぱり海外が好きな日本人の人は、うん、実はハワイはあげないですよね、はい、他の国々をあげるというか、うん、なんかハワイがどっちかというと日本っぽい感じがあるらしくて、そうそうそう、本当の海外が好きな人はなんだろうな、あの本当の 旅というか、うん、観光名所にはあまり行かないんですよね。本当に自分で抜け道を見つけてすげえいい景色を見つけて喜ぶタイプなんですよ、うん、うわこれ誰も知らねえぞやったみたいな、そこでまた一回そこでこう見ながらぼーっと酒飲みながらね、あいいですねっていうのが旅の醍醐味ってやっぱそこにあって、現地の人のしか入れないようなところ、うん、何食わぬ顔で、うん、結構焼けちゃうとねやっぱあの何人か分かんなくなっちゃうからサングラスでスースースーって入っていくんですよ。でスー入っていってなんだここはっていう、もう現地の人が生活してるような本当にアリの巣みたいなところに、ね、裸足で行くようなね、もうめっちゃ汚れるんですけれども、そこでやっぱそこの文化とか、生き方とかね環境を知ることによってやっぱり考え方視野がちょっと広がる気がするんですよね。そうですね、うん、いやかっこいい。逆にすごいもうこれやばかったなみたいなトラブルありました、海外行って やばかったなっていうトラブル、うんあんまりでも一応放送内にとどめて放送に乗る感じの範囲のところで大丈夫ですよ慣れてますから。ありがとうございます。ベトナムね、まあ、今一番最初直近ではないですけど、うん、ベトナムってねあの信号ないんですよ、うん、バイクがひっきり足に通ってるから渡れない、うん、でもそこをね現地の人さーって渡るんですよね、うん、僕も真似してやろうとしたらギリギリ敷かれそうになりながらでも止まってくれたっていうねそれが普通なのかなあそこは。なるほどね、うん、いやそうね、インドとかねやばいって言いますけどね、うん、僕はインドはねまだ行ってないですけど、うん、インドの怖い話を聞きすぎちゃって、うん、まだいいかなみたいな一回人生生まれ変わりたいなって思ったら行ってもいいかなって思いますけどなるほど、うん、どうですか堀川くんはどっか行きたい場所とかありますか。まだ1994年生まれなので、そうなんですよ、うん、まだ21歳、海外1回しか行ったことない。どこに行きました。台湾に行きました。台湾に本当にこう飛び込みみたいな感じで飛び込んだ海に泳いで行ったなんか来週台湾行こうみたいな、そんなノリ で、ね、ノリで、ね、行っちゃったんだ。行ったんですよ、一、はいはい、人で一人で何も喋れないですよ、もちろん英語も、うん、友達と行ったのかと思ってノリでっていうか一人でノリで行ったんですよ、一人でノリで。でもそれやっぱ楽しかったね、うん、でもそれでも台湾ってやっぱ日本人が多い感じであるんですけど、うん、やっぱこう、こう思いつきでこう行った場所っていうのが、俺はなんか楽しかったです。あの一人旅の方が間違いなく成長します、うん、これで断言できますね。そうなんですね、はい、なかなかでも女子的には、一応女子のくくりなんで、女子的にはなんだろうな、一人旅ってちょっと怖い部分がありますけどね、うん、そのずんどこずんどこ行って帰ってこれなかったらどうしようみたいなのとか、一応乙女なのでみたいな、ちょっとねありますからね、まあ、僕の妹が、はい、結構ねガリ勉なね、うん、無口だったんですけど、一、はい、人でヨーロッパの方を3ヶ月間旅して帰ってきたんですね、うん、めっちゃ垢抜けて、めっちゃ喋るようになって、別人みたいになって、いろいろ新しいですよ、うん、ローマの休日のねあの階段のところで変な外人にうわーってなんかナンパされて、うん、連れて行かれそうになったりとかしながらダッシュで逃げて、こんなでっかいリュックサクションでねとか、いろんな危ないこともあったんですけど、一人でやっぱりこう一周イタリアとかいろいろ回ってね、変わってね、妹、6個下の妹なんですけどね。やっぱり旅行っていいですね、うん、それこそ多分今出されたアルバムにも影響されてると思いますけれども、本当ジャンルに問わずなんですね、こちらですね、はい、そうです、本当にルール無用の、うん、はい、ルール無用で作っておりますけれども、うん、なんていうんですかね、僕 J-POP も好きなんですよ、うん、ラップっぽい、ラップが得意なんで基本ラップっぽい歌も作ってますけど、うん、でジャンルは正式に言うと、ミクシャロックっていう、ジャンルに当てはまるらしいんですけどね、うん、はい、まあ、なるべく耳に残るような、うん、誰の心にも通じるような感じでね、曲を作ってるつもりではいます。
確かになんかヒップホップかなと思ったら、はい、例えばピアノ伴奏だったりとかバイオリンのような音があってクラシックっぽい部分もあったりっていうので、あ、全部のジャンルが融合されてるんだなって思いました。融合したいですよね、だから多分世界の人たちにも、あ、この音楽いい、歌詞がわからないけど、あ、このメロディーいいなってきっと思われるだろうなっていう、ね、はい、音楽だなって思いましたね。ずっとあのセブ島のラジオ局からずっとオファーが来てて、すごいところから組織ミュージック私の仲間ラジオ局やってるから早く来てかっこいいですね全部翻訳で、そんな受け入れやすいっていうことで、ね、なんかメールも届いてるみたいで、お、言いますね、はい、いけますか、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、デニコです。 ありがとうございます。ありがとうございます。今夜はポップで軽やかでそれに激しさもあって、はい、いいですね。お、ありがとうございます。踊り出したくなるような、会場にいる T 君は、 T 君はってトシキ、T 君、あ、トシキ、はいはいはい、きっとノリノリじゃないかな。 T 君って呼ぶ人誰だろう、はい、サングラス姿もかっこいいけど衣装がとっても素敵です。はい、はい、ありがとうございます。私はブレイクアウトが好きです。はい、一足早く春が来たみたいです。はい、さて皆さんに質問です。はい、1週間やれないとしたら、はい、どれが一番辛いですか。はい、1、LINE、はい、2、メール、はい、3、電話、うん、4、シャワー、うん、はあ、これからもノリノリの歌を歌ってくださいね。はい、それではまた、バイチャー。バイチャー、ありがとうございます、ニコさん。ありがとうございます。バイチャー、ニコさん。なんかあのアシスタント男性って初めてだから、なんか面白いですね、なんか聞いてて、そう、興味深い。こう、おお、男の子がメール読むとこんな感じなんだっていう新たな発見がごめんなさい、はい、ごめんなさい、どうぞどうぞ、はい、どうですか、としきさんは1週間できないとしたら、ね、4択ですね、LINE、メール、電話、そしてシャワーだって LINE とメールと電話ってね、ほぼ一緒ですよ人とのコンタクトでしょ、まあ、通信機器でくただ一つこれシャワーシャワーって全然また違うでしょ。そうですね、僕ね、旅実はほぼ手ぶらで行くんですよ。あの、だから別にシャワーなんて3日か4日ぐらい本当は浴びなくても平気な人ではいます。だからどっちかっていうと LINE、メール、電話のどれかかもしれないですね。どれですか、一番そんな汚い目で見ないでねどれが電話、なんだろうな、LINE とメールって一緒でしょ。だから、うん、電話かな。で、うん、LINE、メール。LINE もね。でも LINE とメールって確かにどっちを見たいって言ったら、LINE の方が私見たいかもしれないですね。一番 LINE をやっぱやり取りしてる。そうですね。なんか友人からのやっぱり連絡はもはや LINE からってなると、メールって。あのなんか変なところのメールか仕事のものしか来ないって思うと LINE、変なね、チェーンメールとかね、そうですね、とかなるかな、怪しいメールとか多いからね、マクドナルドのクーポン届きましたよみたいなとかそんな感じになっちゃうので、確かに、そうなると LINE だね、 LINE、 1週間だったら LINE が一番、そうですね、 LINE ですね、何ですかこの質問、面白いですね、なんか LINE です。どうですか、僕ですか、はい、堀川君は、僕は圧倒的シャワーですね、切れ好き、そこはちょっとサバイバルできないぞ、ベタつくのがちょっと気になっちゃう、あ、意外と、ね、なんか部屋雑誌に載ってそうな髪型してるもんめっちゃこうやってやってるでしょ、皮でもいいから皮洗いたいです。じゃあ川か海かとかビーチが近かったらどうします、うん、それこそね、大好きな、としきさんが大好きな沖縄とかだったら海がもうすぐそばにあって、それで1週間お風呂入らない、シャワーない、沖縄だったらな、海でもベタつきますもんね。いや、そう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 、まあ、潮がね、確かに川のしかも超上流で、あと残り時間1分早っ、嘘早いね早っマジか、あっという間でございますな、なるほど、うん、さあというわけで告知いきましょうか、はい、告知はい、はい、忘れてました、ラジオね、最近よくね出てるんですけど、はい、次 FM 調布で、ね、2月16日水曜日、はい、夜の8時から8時半までね、これも喋りっぱなしで出ております、うん、スマイルカフェっていうね番組なんですけれども、はい、ぜひ聞いていただければと思います。あとライブをね、ちょくちょくやってます。2月25日もやってますし、2月27日もやってます。そしてに、3月26日、ちょっと先なんですけど、これ僕主催で歌舞伎ラウンジっていうね、フリースタイルダンジョンっていう番組でも紹介された、かっこいいおしゃれな雰囲気の、お店でもやりますんで、ぜひ皆さん集まってください。はい、ありがとうございます。はい、ぜひインターネットで検索していただきたいんですが、ホームページどのように検索したらいいですか。ホームページはトシキスペースダブルまで入れると出てきます。はい、はいはい、トシキだけだとね、カルロストシキが出てるので、ね、
あのそれで解明したというのもありますよ、はい、必ず都市記 W で入れていただきたいと思います、はい、さあそして都市記スペース W ですね。堀川くん、なんか告知事ある？ライブとか。あ、僕がやってるバンド From Day One っていうのがあるんですけど、はい、まあ、ライブの告知してもあれなんで、はい、言いたいのがホームページに音源が載ってるので、まずそれを聞いていただいてからライブに足を運んでいただきたいなということで、はい、カタカナで検索していただければ出るので、はい、ホームページよろしくお願いします。なんて検索したら出ますか？ From Day One ですね。はい、というわけで、はい、これからですね第1週目は私と堀川くんの MC でお届けさせていただきますので、また来月もぜひお楽しみに、はい、というわけでですね、はい、そろそろお別れの時間です、はい、今日のゲストは世界を旅するアーティストの都市記 W バリーさんでした、はい、さあこの後9時からは千住でクロス C スタジオをお送りします。そして来週の、エンタメライブですが、おつるちゃんとセイジーさんが登場しますので、ぜひ来週もお付き合いください。というわけでこの辺でお別れです。また来週、バイバーイ。ありがとうございます。最初はただの真っさらのキャンパス、やがて加わるワンカラー。